フランチェスコ・ブッソーネ、フランチェスコ・ブッソーネ、通称カルマニョーラ伯爵は、イタリアの傭兵隊長、コンドティエーレ。農民から身を起こして、ミラノ公国やベネツヤア共和国に使え活躍したが、両国を天秤にかける戦略が災いして、ベネツヤアで処刑された。ブッソーネは、トリノに近いカルマニョーラで、身分の低い農民の子として生まれた。12歳の時に、ファチーカーネの下で、 初めて軍役に就くようになった。カーネは、モンフェラート公やミラノ公ジャンガレアッツォ・ビスコンティに、仕えた、コンドティエーレだった。ジャンガレアッツォの死後にはカーネが、ミラノの実権を握った。カーネが死んだ後は、ミラノ公国は、彼の将軍たちの手により分割されたが、ジャンガレアッツォの子、フィリッポ・マリー・ア・ビスコンティが軍事力を持って、父の支配領域を再征服しようとした。 この時30歳になっていた仏ー根は、ビスコンティ家の軍の指揮を任された。それからの彼の活躍は凄まじく、ベルガモ、ブレシア、パルマ、ジェノバなど多くの都市を次々と従えていった。まもなく、ミラノ公国の丘陵は再び、ビスコンティ家の支柱に収まった。フィリッポ・マリアは、仏ー根を気前よく称したが、その一方で、彼が自分の脅威になることを恐れ、 軍務から外して、ジェノバの総督に任じた。仏壮根はこれをひどい侮辱と受け止め、フィリッポ・マリアに直談判しようとしたが失敗した。すると彼は1425年に自分の任務を投げ出し、ベネツィア共和国に仕えるようになった。当時ベネツィアはビスコンティ家の野心的な拡大政策に脅かされており、新元首、フランチェスコ・フォスカリはフィレンツェ共和国が、 ミラノ公国と結ぶことも恐れていたため、仏ーネの寝返りを歓迎した。仏ーネはホスカリに、自分はミラノにおいて本来指揮するべき規模の軍隊を与えられなかったと話し、今がビスコンティケを攻撃する好機であると説いた。好戦的な性格のホスカリは、この主張を入れて1426年に仏ーネを聖マルコ総司令官に任じ、ミラノに宣戦線復告した。 ベネツヤは戦争の早期終結を望んでいたが、物騒ネは傭兵のせいとして自分たちの仕事を確保し仲間の捕虜を解放するために決定的な勝利を収めることを避けて戦争を長引かせた。ベネツヤとミラノは時には勝ち時には負けるのを繰り返し、急戦が結ばれてもすぐに破られ、明確な勝者が現れないまま延々と戦争を続けた。 1427年のマクロデオの戦いで、仏ー根は大勝利を挙げたが、それを戦争の勝利につなげようとはしなかった。彼の怠惰な戦いぶりにびれを切らしたベネツィア政府は、仏ー根に莫大な報酬とミラノ市を含む広大な領地を約束し、仏ー根の意欲をかきたてようとしたが、無駄だった。一方で、ビスコンティ家も仏ー根に、 ベネツヤを裏切れば莫大な報酬を支払うという使者をひっきりなしに送っていた。ブッソーネは昔と今の雇用主をもてあそび、自分が両国の運命を握っているのだという虚栄心を膨らませた。しかし、ベネツヤはもてあそぶにはあまりにも危険な主人であった。ついに、ベネツヤ政府は我慢の限界に達し、10人委員会においてブッソーネを裁判にかけることに決した。 1432年3月29日、今後の戦略を協議するとして、ベネツィアに呼び出された仏壮根は、何の疑いも抱かずこれに応じた。しかし彼は、原種官邸に到着するや、否や逮捕されて投獄され、共和国に対する配信の罪で起訴された。原種は彼をかばおうとしたものの、結局、仏壮根は5月5日に斬首された。 この有能な人物が犯した最大の失敗は、かつて自分が軍事力もない破産した選手に対してしたことを裕福で強力な政府にもやろうとしてし、存じたことにあった。ブッソーネは1416年に中世世界最大のタンアーチ橋だったトレッツォ橋を軍事的な理由で解体している。彼の娘のルチーナは、他のコンドティエーレであるルイージダル、ベルメと結婚している。 また、ブッソーネは、著名な技術者、ジョバンニ・フォンタナともあっている。ベネツヤのサンマルコ寺院にある、カルマニョーラ・アレッサンドロ・マン像には、フランチェスコ・ブッソーネをテーマにした刺激いる、コンティリ・カーマグノラを作っている。同じく、ブッソーネを主題としたウジェーヌ・スクリーブ脚本、アンブロワーズ、トマ作曲のオペラレコントでカーマグノラは、1841年4月19日に、 パリ国立オペラで上演された。ソプラノ歌手、エリザベート・ビダルによる歌声が、タレントドム29177に保存されている。ラファエル・サバチニの小説ベラリアン・ザ・フォーチュネートにも、物騒音が登場するが、ここでは彼は自慢家で、自己中心的な人物として描かれ、さして重要でない競争相手扱いされている。ベネツヤのサンマルコ寺院の外側正面にあるハンガンの、 陶造彫刻は、一般には、ユスティニアヌス一世を、ぎったものとされているが、仏像音が残首された事件の後は、カルマリョーラというあだ名で呼ばれている。ありがとうございます。